マシュー・デビッド・マット・キャメロンはアメリカ合衆国のミュージシャン、ソングライター。ローカルバンドやスキンヤードなどを経て、現在はパールジャム及びサウンドガーデンのドラマーとして活動している。他にも様々なバンドに参加、コラボレーションも行う。サンディエゴで生まれ育つ。幼い頃からドラム演奏を始め、13歳頃に友人たちとカバーバンドを組み活動を開始する。 キャメロンは1983年にシアトルに引っ越し、金ー図で働き始める。シアトル界隈のローカルバンドを経て1985年にスキンヤードに加入。1987年にリリースされたデビューアルバムスキンヤードに参加し、キャメロンは収録曲レプタイルを作曲した。アルバムリリース後ほどなくしてキャメロンはスキンヤードを脱退する。 1986年、キャメロンは、スコット・サンドクイスト脱退後のサウンドガーデンに加入。ボーカルのクリス・コーネルは、最初にマットに会った時、彼はすでに街でベストなドラマーだったと語っている。バンドは、サブポップと契約し、1987年に EP、スクリーミング・ライフでデビューした。翌1988年には、SST レコードと契約し、 ファーストアルバム、ウルトラメガオーケーをリリース。バンドは1989年にメジャーレーベルである A&M レコードと契約し、セカンドアルバム、ラウダーザンラブを発表。1991年リリースのサードアルバム、バットモーターフィンガーでは、1992年のグラミー賞のベストメタルパフォーマンス部門でノミネートされるなど一気に評価を高めていく。 1994年の4枚目のアルバムスーパーアンノーンは全米1位を獲得アメリカ国内で5プラチナディスクを授与されバンドの評価を決定的なものにしたバンドは1996年リリースの5枚目のアルバムダウンオンジアップサイドを最後に1997年に解散するが2010年に解散時のメンバーで再結成を果たし 2012年に6枚目のアルバム、キング・アニマルを発表した。サウンドガーデン解散後の1998年、キャメロンはパールジャムへの加入を要請され、アルバム、イールドリリース後のアメリカツアーに参加した。キャメロンは2000年リリースのバイノーラル以降の作品すべてに参加し、2012年以降は再結成したサウンドガーデンと掛け持ちで活動を行っている。 ありがとうございます。